みんなに好かれようとするより、私を好きな人にもっと好きになってもらいたいものです。以上、ほろ酔いエリカ夏の一言ね、ほろ酔い。基本出ます。出てます。やっぱり自然体でいることを意識していました。お出かけ前のワクワクな感じを共感してもらえると嬉しいです。揺れがきついね。浴衣を着るとすごいテンションも上がるし、普段と違う感じで自分も楽しめるというか、すごく気に入ってます。グラフィックカット OK です。では続いて、夏はいつも花火に行ったりとかバーベキューしたりとか、割とアウトドアで自然の中で遊んでることが多いんで、今年も自然の中でたくさん遊べたらなと思ってます。結構しますね。いつも今度の休みどこ行くとか、バーベキューの予定立てたりとか、結構みんなやり取りとかよくしてますね。ありがとうございました。